ここはどこ、私は誰だよ、ほんと。はい、ということで今回もやっていきたいと思います。んで今回はね、あの盗賊クエストのレベル50以上をもう去年の9月頃に最後やったまんまずっとやってないんで、やっていこうかなと。おう、アイラじゃないか。どうやらレベル50以上のグレイトの盗賊になったようだね。そういえばブデチョのおっさんがレベル50以上の盗賊になったら会いに来てくれって言ってなかったかい？なこと言ったっけ？なんか試練があるみたいだけど、ダルル盗賊団の誇りにかけて絶対にクリアしておくれよ。なるほど。てかもうなんかすごい懐かしいキャラクターたちなんだけど。びっくりした。会いた勝手に。こっちの方向、あっちが下か。ブデチョのおっさん。多分下に民家が一軒だけあったような気がするんだ。よかった。何がって感じ。記憶が完璧になくなってなくてよかった。ほら。ね。来たか未来の盗賊王。約束通りレベル50以上の盗賊になったようだな。では、盗賊の道を極める試練の内容を話そう。お前はギャスモンという魔物がいたのを覚えているか？ああ、覚えてる覚えてる。実は今、チャムールがそのギャスモンのことを追っているのだが、恐ろしい魔物だということが分かってな。まあ、名前しか覚えてないんやけどね。ギャスモンは人の欲望を操る魔物で、欲に溺れた者を魔の道に引きずり込み、その体を支配してしまうらしいのだよ。あれやっけ、ブリザードとか、その辺と同じような感じの見た目やっけ。ギャスモンを放っておけば、いずれ第二、第三のチャムールが出てきてしまう。お前には奴を討伐してきてもらいたいのだ。だが、ギャスモンをただ倒すだけでは試練にならん。マスクドムーチョの格好をして、奴の心、ギャスモンハートを盗んでからとどめを刺すのだ。よいか、怪盗の仮面を自力で手に入れ、それを装備したままギャスモンの元へ行くのだぞ。見事これをこなせば、このムーチョがじきじきに、誇り高き正義の盗賊の頂点、すなわち、盗賊王と認めてやろうではないか。クエストを依頼されました。このクエストを受けますか。盗賊王の誇り、憧れの盗賊王。ガクとガタラの井戸の近くの民家にいるブデチョに、怪盗の仮面を装備したままギャスモンハートを盗んで、ギャスモンにとどめをさせてほしいと頼まれた。これをこなせば盗賊王に認められるらしい。別に認めてくれなくていいけど。初回報酬は盗賊の証。じゃ、これを受けます。ふん、良い返事だ。お前ならやってくれると信じていたぞ。ギャスモンは今、ゴブル砂漠東のどっかにある、熱砂洞という場所に身を潜めているそうだ。チャムールもそこに向かっておる。あやつと向こうで合流するがよい。華麗に鮮やかに、人の心までをもう奪い取ってこそ真の盗賊王だ。お前には期待している。頼んだぞ。クエスト、憧れの盗賊王を受けました。なるほど。まあ、人の心をって言われてもギャスモンって人じゃなかったよね。モンスターだよね。怪盗の仮面？怪盗の仮面ってやらをなんか手に入れんといかんらしいんやけど、あれかな、とりあえず、防具屋さんに行けばあるんやろうか。普通に売り寄るもんなんかな、そういうの。防具屋、ターテー、ターテーって。ここは防具屋だ。何の用だい？買いに来た。買いに来たんだな。どれを買うんだ？仮面。これや、怪盗の仮面、1200ゴールド。結構高いんやね。怪盗の仮面は1200ゴールドぜ。これを買おうかね。ほい。毎度あり、ここで装備していくかね。はい。お。アイナは怪盗の仮面を装備した。まだ何か買っていくかね。いや、いいです。他に用はない。また来てくれよな。おー。すげえ。やっぱあれだね。いいね。この刀身のキャラクターがつけるとちょっとそれなりにかっこよく見えるじゃないか。んで、なんて？ゴブリン砂漠？ゴブリンじゃない。ゴブル砂漠東か。ゴブル、ん？ゴブル砂漠東。それは一体どこだったかしら。ゴブル砂漠、どこ？ゴブル砂漠どこ？近くの地図？ゴブル、どこ？ん？なんだ、わかんねえぞ。今いる大陸違うな。
ゴブル砂漠。ゴブル砂漠東ってどこ？なんかどこかしら。なんかどこかしら。この辺は。あ、あれだ、ゴブル砂漠東。カルデア山道に行けばいい。カルデア山道。あ、なるほどね。オッケーオッケー。行ける。間違えた。操作がおぼつかない。さあ、とりあえず向かおうか、頑張って。ゴブル砂漠、もうなんか、ね。ね。場所が全然わかんない。とりあえずこっちの、こっちの道。こっちの道の方に行けば、ゴブル砂漠、違う、カルデア山道か。場所の名前はね、ああ、聞き覚えあるわーっていうとこいっぱいあるんだけど、それがどっちの方向だったのか、どう行けばよかったんだか、全く覚えてないんだよ。ただでさえ方向音痴なのに記憶もないっていうのはちょっと、いかがなものかと。ん？こっちか。ずっと右に行きよった。え、合っとるよね。うん、合っとる合っとる。大丈夫、大丈夫。あ、なんか懐かしい。懐かしい、懐かしい。こういう感じのね、ちょっとした遺跡みたいなやつあったよね。鏡石を手に入れた。鏡石。鏡石？なんか道具の名前とかそういうのいまいちちょっと読み方がわからんときが。てってってって。モンスタージョーカー3でもこういう光景よく見たやろ。まあ、主人公は男だったけどさ。はい、北カルデア山道への道。ほい、カルデア山道。そして、ゴブル砂漠、遠いな。だいぶ遠いな。ね。こっちか。全然違う方向行きよった。危な。正反対やないかい。怖い怖い怖い。やばいよー。てか、つい最近さ、なんか、いつも自分が通る道がね、工事中やって、てか、多分昨年度の予算というか、そういうのを消費するためなんだろうけどさ、経費を。めっちゃずっと、同じ通りを工事しよって、で、なんか毎日毎日なんか、その工事しよる場所が、微妙にこうずれていくんやけど、まあ、たまたまね、私がいつも通る細い道が、その工事で通れなくなっていて、あ、向こうの通り通ってくださいみたいな感じでね、一本隣の通りを通されたんだけど、まあ、このドラゴンクエスト10を見ている人ならみんなわかっているであろうけれども、私は半端なく方向音痴なわけだよ。でね、もう、それはもちろんリアルでもそうなんだけど、私、脇道一本それたら、こういう感じよね、ギャスモンって違った？ね、これの紫みたいな感じじゃなかったっけ？あ、で、ね、横道とかにね、一本道、違う道入ってったら、もうすでに、ここどこ？みたいな状態なの。そういう状態なんだからさ、もうほんと、さらっと向こうから行ってくださいとか言われても困るんよね。ここはどこ？私は誰だよ、ほんと。それでさ、もうなんか、それでも私は一応行動はするから、止まりはしないんだよね。でもそれが余計に危ないんかもしれんけど、ここはどこ？ってなった状態からめっちゃ動きまくって、こっちじゃなくね？こっち？こっちだよね。ちょっと待って、そこのアイテムだけ拾っていくね。鉄鉱石と、鉄鉱石、ほい。んで、なんだっけ？あ、なんかぶつかった。魔物の群れが現れた。マッドフィンガー。私どこに寄るんかと思った一瞬。自分がどれかわからんくなりよった。やばいやばい。イエーイ。ベホイミスライム倒したよ。あ、ここか。ここを渡っていかんかったらいかんのやね。オッケーオッケー。あ、で、なんか私、一応さ、こう、方向音痴で、場所がわからんくなってもひたすら進むから、
進んでは行き止まり、あれこっちじゃない、進んでは行き止まり、あれこっちじゃないみたいなことを繰り返して、まあやっと見慣れた道に出れたわけだけど、もうなんか動きまくるは動きまくるけど、やっぱりね、気持ち的にはすごい怖いよね。怖いし、二度と帰れんかと思うよね、ちょっとん。こっちじゃなくね、こっちだ。もうさっきから話しながら自分がどっちの方向へ行きよんかが。ね。方向音痴の話しながら迷子になるってもう最悪だから。さっきからこの橋を無視しまくるからね。てか実際こんな橋あるんかな？めっちゃ坂が急なんだけど。こっち。次はこっちか。お、やっとたどり着く。夕日が超綺麗よ。まあ、実際にちょっと夕日が。あ、見えるか、あれだ。でかくね、そんなもんか。コブル砂漠東への道。よし、たどり着いた。たどり着いて、なんだ？ゴブル砂漠東の熱砂道っていうところに行くんだ。熱砂道、熱砂道、あの、真ん中。あ、なるほどね。ちょっと地図邪魔。うわ、いきなりめっちゃシーンとした場所に来たんやけど。寂しい。超寂しい。あ、でも一応モンスターはおるね。かわいい。かわいいけどなんかね、キラーパンサーの足音だけがすごい響いてて虚しくなるんだけど。悲しいよ。あ、あっこの部分やね。あ、あっこの塊の部分？合っとる？違う違う。降りない。ん？あの、さらに向こうか。ここはなんか、オアシス。オアシスの対象宿。やけん、ここのさらに先。これか、オアシス。いいね、いいね。砂漠の中にも一縷の望みが。で、ちょっとアイテムを。サンドフルーツー、ん？なんか逃げ出したんだけど。めっちゃ逃げられたんだけど。お、サンドフルーツ。砂漠の中のオアシスはなぜ枯れないの？すごくね、疑問に思うんだけど。別に止まる必要はないね。こっちか。こっちだ、こっちだ。てか、こんだけ砂嵐みたいなのめっちゃ起きよってさ、オアシス埋まりそうじゃない？ちょっと今ね、こういう岩のとこから流れよるさ、砂がちょっとリアルやなぁと思ってみた。どの辺？この辺よね。この辺になんか入り口ある？なんかアイテム落ちとるね。通り過ぎそうなんやけど大丈夫？てか通り過ぎた？もしかして。磨き絆。あれ？ここだよね。なんかちょっとキラーパンサーに乗っとったら、ぴょーんってジャンプしたくなるんやけど、さすがにジャンプはできんが。あれ？熱砂道ここでしょ？どこかしら登れる場所とかが、あるのか？それともなんかぐるっと回っていかんといかんとかそういう、上がる場所がないんだけど。上がる場所はないんかな？どっか入り口。入り口もなければ上がる場所もないんだけど、ちょっとどう？どこから、どこから行けばよろしいでしょうか？日が暮れてきて、あ、月月月。めっちゃ月出とる、綺麗。砂漠で夜を迎えるとかちょっと死ぬんじゃない？こっからか。ね、砂漠は明るい間と日が暮れた後の気温差が激しいけんさ。それでちょっとお亡くなりに。あ、イエティかな。寒い場所におるイメージやけど。日が暮れたから？そういうこと？違うかな。こっちの方やろ。熱砂道。熱砂道。熱砂漠って言いそうになる。どこ？こっち行ったら落ちる？あ、落ちるね。ちょっと待って、こっちからぐるっと。どこかしらに入り口が、あ、なんかありそうじゃない？
別に何もなかった。別に何もなかったわ。この辺かな。いや、違う。あれ、入り口どれ？あの緑のとこかな。なんかちょっと地図上で緑になっとるとこあるよね。この岩沿いに。多分じゃあその辺に入り口があるということかな。ちょっと勢い余って落ちていかんように気をつけとかんと。今なんかあった気がした。気のせいか。あれ？ん？こっち落ちるよね。え、落ちますよ。あれ？やっぱり今その辺になんかあった入り口とか。あれ？気のせいか。あれ？やっぱり気のせい？どこ？どこ？これは、またしても別の場所から行くとかそういうことかな。でも行けそうな場所別になかったんやけどな。登れんよね。登れないよね。あれ？ここよりさらに上に行けるような場所どっかある？てか、私が目指しとる場所あっとる？あっとんか。この辺、いや、行けないな。やめてよ、それ。爆発とかしないでね。あれ、どうやって行くんだ、これ。あの辺。あの辺やと思うんやけど。どこだ？あれ、どっかしらからあの上に上がるってことかな。これ、こっからぴょんって行けたり、ん？あれ、どういう状態？ああ、ドルボードの燃料が。燃料が切れた。ドルセリンチャージ。へい。うわ、降りてしまった。ここの上じゃないの？え、絶対そうやろ。月が綺麗だけれども。月が綺麗とかどうでもいいけど。あ、この辺？もしかして。あ、これじゃん。これじゃん。え、なになんで見つけれんかった今まで。怖っ。なんかいつも思うんやけどさ、見つけた時にはさ、めっちゃあっさり見つけれるけん。今までなんで気づかなかったって場所多いよね。はい、着いたー。え、ここでギャスモンを。ん、ギャスモンからギャスモンハートを。よう、アイナさんじゃねえか。お、チャムール、久々だな。お、親父の言いつけ通り、怪盗の仮面を装備してきたようだな。あとはギャスモンとの戦闘中に、ギャスモンハートを盗み取ってからとどめを刺せばいいんだってな。いいかい？ギャスモンハートは一つあれば十分だ。一個盗んだらギャスモンを倒すことに専念しな。ん？強いかな、ギャスモン。じゃないとね、私のお仲間さんたちが、あ、ほらほらほら、思った通り、紫版やろ。現れやがったね、ギャスモン。あの野郎には借りがあるからよ。本当はこの手で引導を渡してやりてえが、アイナさん、あとは任せたぜ。親父を超える盗賊を、あんたならなれる。頑張ってくれ。別になりたかないけど。めっちゃにじり寄ってくる。ほうほうほう、くっくっく。なんじは力に溢れているな。どうだ、我と手を組まぬか？結構です。いや、答えを待つことなどできぬ。それほどまでに見事な器よ。何時の力が欲しい。聞けや。え、増えた。え、増えたんですけど。欲しい、欲しい。その力が欲しい。このまま何時の体に憑依してくれるわ。全部本物？どれか一つ？ま、とりあえず、ギャスモン A、B、C ってあるね。じゃ、盗む。盗む。これ、お、速攻、速攻じゃねえか。見破っとこう。ギャスモン C をじっと見つめた。ちょっと押さないでくれるかな。さあ、あとはもう、めっためたのギッタギタにしていけば。って言っても私弱いけど。なに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 。やめてよ、幻、ああ、混乱。幻になんかめっちゃジタバタしてる。超ジタバタしてる。え、当たってない、当たってにゃいって言った。私も活躍する、私も活躍したい。おお、超ミスるよ。
あ、最後の一体。おー、私の活躍の場はない。ギャスモンたちをやっつけた。ギャスモンは宝箱を落としていった。3749ポイントの経験値。やったね。クエストが進んだ。アイナはギャスモンハート、大事なものを盗んで、ギャスモンにとどめを刺した。しまった。我が心奪われたか。このままでは、ごわー。あー、ちっちゃくなった。てか、消えた。やったよ。やったな、アイナさん。あんたやっぱりすげえや。でしょう。この間までの俺は、さっきのギャスモンと同じだった。欲望に負け、自分を見失っていたんだ。俺はそれが間違っていると思わなかった。盗賊ってのは、みんな自分の欲のために動いてるんだって思ってたからな。でもよ、アイナさん。あんたは違う。あんたは自分のためじゃなく、誰かを助けたり、守ったりするために盗賊をやってんだな。なんか、チャムールのその、この間まで俺は、っていう話が、ちょっといまいちよく覚えてないんだが。親父もきっとそうだったんだよな。とりあえず、なんか親子感がギクシャクしとったような気はする。さて、ギャスモンもいなくなったことだし、俺はあんたみたいな盗賊を目指して修行の旅に出るぜ。じゃあな、アイナさん。縁があったらまた会おうや。会おうや。いいね。あ、そうだ。親父には試練をクリアしたって報告しとくからよ。ちゃんとガタラの町に戻るんだぜ。てか、チャムールもちゃんと一回戻るんやね。お、宝箱。暗黒の樹木。よし。んじゃ、もうあとなんもないね。ということで、呪文、リレミト。なんかインテリっぽくない？怪盗の仮面なんやけどさ。よし、これで、脱出。ん？これ出てきた？ちゃんと出てきたんかな？お、出た出た出た。出た途端にめっちゃ霧に包まれた。霧っていうかまあ砂嵐かな。じゃ、これで、ルーラストーン。グレン。グレン？ガタラじゃなかったか？はぁ、なんてこと。ちょっと待って。ちょっと待って。大変なことを。あ、てか、ここから普通に電車で行けばよろしいじゃないか。ねえ。あ、ちょっと近道になったか、逆に。イェーイ。ま、教会だった。教会だった。いや、別に逆にではないな。ルーラだったらそのままたどり着けるもんね。そういえば設定してくるの忘れてた。最悪だ。まあでも、よかった、電車のことすぐに思いついて。私のことだからね、また思いつかずに、どうしようどうしようどうしようってなるパターンがちょっと目に見えてたんだけど。ん？てか私超ぐるぐる回ってない？大丈夫？どこ？あ、でももうちょっとか。あ、ん？もうちょっと？こっちだよね。ここか。へいへい。これで、ガタラまで。私、グレンとガタラをね、よく間違えるんやけど、なんなんやろ。ガギオってことしか合ってないんだけど。なんか何気にさ、名前から受ける印象なんだ？なんかそれが同じような感じじゃない？響きが。へい、駅員さん。大陸間鉄道公社へようこそ。どちらの駅まで行きますか？ね。ん？ガタラ。ガクトガタラ駅ですね。25ゴールドいただきます。よろしいですか？はい。ではお気をつけて、良い旅路を。いやー、便利だね。便利だね。電車っていいね。電車、列車かな？まあ、どっちでもいいけど。じゃあ、ブデチョのおっさんに、報告しに行こう。これつけたまま報告しに行ったんでいいよね。おう、かっこいいな、なんか。できるお姉さんって感じ。これで、どこだ？あっちか。方向が変わるとちょっと、
こっち？え、合ってます、私が行き寄る場所。方向とかね、方向？見る方向とか、来る方向が変わったらちょっといまいち場所がよくわかんなくなるんだけど、あ、ここか。大丈夫、大丈夫、こっちだね。え、これはブデチョに報告した後にまたダルルの方行った方がいいんかな？そこはもう関係ないんかな？まあじゃあとりあえず、ブデチョー、もう結構日が暮れてきたけど。はい。おう、アイナか。チャムールから話は聞いたぞ。見事試練を果たしたようだな。ではギャスモンハートはわしの方で処分しておくとしよう。ご苦労だったな。あ、処分するんや。アイナはブデチョにギャスモンハートを渡した。まあ悪い心ということだからかな。よし、それでは約束通り、お前を盗賊王として認め、この盗賊の証書をやろうではないか。アイナは盗賊の証書を手に入れた。よし、やったね。クエスト憧れの盗賊をクリアしました。へい、クリアー。ん、やれやれ、叶わないね、あんたには。起きたし、向こうからマスクダムーチェが用意した試練をあっさりこなしてしまうなんてさ。どうもどうも。アイナ、あんたは旅の盗賊だ。一つの町にとどまらないのも知っている。だからあたいらはあんたを引き止めたりしないよ。むしろあんたの活躍をもっと見たいのさ。でもね、アイナ、これだけは覚えておいてくれ。あんたはダルル盗賊団の誇りだよ。あたいらもいつかあんたに追いつけるよう、このガタラを守りながら腕を磨いていくからね。優しい笑顔。ブデチョ、いや、ムーチョさんもあたいらに協力してくれるはずさ。いや、わしがしてやれることはもう何もないだろう。なんか、てんてんてんって空気が。義の心は揺らぐことなく、若いお前たちに受け継がれたのだからな。これほど嬉しいことはない。ダルルも若いの？なんかちょっと私的におばちゃんのイメージなんだけど。ムーチョさん。なんやろ、喋り方かな？頼りにしてるぞ、ダルル盗賊団。ああ。だから盗賊団って言うけど、この男しか団員見かけんのやけど、他にもおるんかな、ちゃんと。お？なにこれ？かわいいんだけど。え、超かわいいんだけど。お、ちゃんとその後が、チャムールのその後が、おお、ホイックリンやっけ。いいね、いいね。めっちゃ可愛いんやけど、え、盗賊クエスト全部終わりってこと？フィン。おお、物語が完結した。すごいね、ちゃんと一個一個こういうのがあるって。お、アイナはレベル55に上がった。だって今までのも第何話みたいな感じやってん、盗賊クエスト。ちゃんとエンディングまであった。へい、ということで、はい、今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよっていう方は、再生リストのリンクを動画の概要欄に貼っておりますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。これで、めっちゃ時間かかったけど、盗賊クエスト一応全部終わりました。よかった。こういうかっこいい仮面も手に入れたし。